皆さんおはこんばんちは、シュアです。今日プレイするゲームはラストオブアス、あのアンチャを作ったネイティドッグの作品です。さあ、どんなゲームかは始めてみればわかると思うんで、早速スタートします。そうか、始めるしか選べないっていうね。始める。新しいゲーム、マルチプレイ、オプション、ショップ。とりあえずオプションで、あれだね、カメラ暗転にしてたな、先にしてたか。うん、OK だな。難易度、中級、オフ、進行ヒント、死亡ヒント、乱客表現、聞き耳、格闘アイコン。まあ、デフォルトで。よし。それじゃ、新しいゲーム。中級。セーブ作るよ。セーブ完了。私たちの方の明日なんだ。でも、アスと、ね、アメリカである、ね、アスをかけてる可能性もある。USA ね。ロード時間か演出か？ちょっと長いんだけど。長いな、本当に。長い。あ、右下にロード中のパーセンテージ出てきた。でもこのロード時間って意外に当てにならないよね。 99% でずっと止まったり、 100% になっても終了しなかったりするし。まあこのゲームはそういうことがないことを祈ろう。ほらほら、止まった。なんだよこのパーセンテージ、意味あんのか。ある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 ですね、わら。いけ、やっぱ止まった。ギリギリで止まった。でも意外にそんなに言うほど止まらなかった。これは時計の音か。お、びっくりした。頼む、聞いてくれ。あいつは上司だぞ。だから今クビになったら困るんだよ。クビになったらとか。分かってる。明日の朝話そうな。取説出すか。キャラの名前とか覚えてねえや。はい。仕事どうだった？ジョエルとエリーだね。なんでまだ起きてるんだ。しまった、何時？とっくに寝る時間だろ。まだ今日でしょ。そうだ、今日が終わったら寝るんだ。口答えはやめてくれ。はい。なんだ？プレゼントか？誕生日でしょ。時計が壊れたって言ってたよね。だから考えたんだ。時計か。サラ、これすごくいいけど高かったんじゃないの。動いてないぞ。動いてない。え、嘘。もうバーカ。あ、これエリーじゃねえ。お金はどうしたんだ。ドラッグ売りさばいて儲けたの。そうか、じゃあローンも手伝ってもらおう。はいはい。これは世界が滅びる前の一場面だな、多分。ジョエルが帰ってくるまで頑張って起きてたんだな。おやすみ、愛してるよ。なんか平和。
おう。もしもし。サラ頼む。パパをすぐ呼んできてくれ。トミーおじさん、今何時？早くパパと代わってくれ。何か。何？トミーおじさん、もしもし。今何時って。そこが重要だったのか。あ、動かせるっぽい。動く。何だったの？おお、すげえ、なんか子供の部屋って感じだな。こうやってポスターとか雑誌の切り抜きを貼ったこともある。あ、上になんか回ってる。こんなの日本にはあんまりないぞ。ゲーム機あるかな。アンプがあるとことか、なんかアメリカチックスケボーとかね。これはこの子、この部屋じゃないのかな。これジョエルの部屋じゃねえのかな。テレビが微妙に古い。日本じゃもう映らないレベルだ。ザ・バッシュ。ま、行こう。三角。パパ。パーパー。外も見れる。作り込まれてるね。広っ。やっぱいいな。家は広くて困ることはちょっと掃除が大変ぐらいか。トイレだ。ユニットバスではないのか。俺ユニットバス嫌いなんだよな。パパ。ん？ユニットバスか、やっぱり。ホテル行った時ユニットバスだと絶望感が漂うっていう。テレビの音が聞こえてるからここにいそうだよ。あえていなさそうなところから先に。おお、いいや、ちゃんと誘導されてあげよう。いる？ここなの？みんな行っていいか。え、歩き方が不老者っぽい。なんでテレビついてんの？パパ。郊外に住んでいる。いないの？中性。テレビ。ああ、この部屋テレビが、薄型テレビだ。くそ、ブラウン管だったのに私の部屋は。ここ開かない。犬が吠えている。一階に行こう。何が起きてるの？あー、救急車？パトカー。走れないのか。ここも薄型テレビじゃ。いや、壁掛けテレビだ。なんという中流以上だね、この家は。の電話。はあ、バイブだ。あるある。冷蔵庫。何？読めるけど。I'm going to be home late。 F なのか X なのか、その辺分かりにくい。ダメだな、やっぱ日本人だな俺。とりあえずいない的なことが書いてた。携帯置いていくとかねえだろ。スマホだ。着信が8回。一体どこにいるんだ。電話をくれ。すぐに行く。ああ、持ってきゃいいのに。非常時に電話を持ち歩かないなんてありえないだろ。つってもどうせ、うん、びっくりした。自分の影がよ。おお、いたいた。あ、パパ。サラ、大丈夫か？大丈夫だ。何をしてる？誰かここに来たか？うん、誰も来てないよ。ドアの近くに行くな。おい、銃だ。下がってるんだ。
パパ怖がらせないでよ。どうしたの？市民の一家だ。様子がおかしい。病気みたいだ。病気って？ドアの違う空気。ここフラグだったから行ったけど。市民。パパ。サラ、来い。なん血まみれじゃん。大丈夫。何で？最後のガラスを突き破れ。撃った。こっちだ。撃ったな。今朝会ったのに。聞いてくれ。何か良くないことが起きてる。脱出しないといけない。言ってることが分かるか？うん。一体何なんだ。行こう。分かった。どこにいたんだ。何が起きてるか分かるか？ちょっと待ってな。なんだこれ。血だらけじゃないか。俺のじゃない。出発しよう。町の奴らの半分が理性を失ったそうだ。そこ出してくれ。L1？寄生虫か何からしい。注目。何があったんだ。ところがアメリカっぽい。おい、サラ。サラだって、この子。大丈夫。ラジオ聞いてもいい？ああ、もちろん。ありがとう。ラジオなぁ。ラジオもダメ。ひどい状況だ。さっきニュースが流れてた。なんて言ってた？兵士たちがハイウェイを封鎖しているそうだ。トラビス軍には入れない。ここを脱出しないと。71号。そうだ。お、早っ。何人死んでるの？たくさんだよ。たくさん。家の中でズタズタにされてた人間だって。あ、右側。悪い。ちょっと違和感ある。たく、なんでこんなことが。単なる噂だ。だが市街地だけじゃない。最初は、ね、あ、ちゃんと視点変えると向く方向変わる。細けえ。少女何歳なんだ。おい、あれはルイスの農場だ。農場だ。あ、明るくなった。何が起きたんだ。いや、そう、大丈夫。燃えてる。私たちも病気。いや、病気じゃない。本当に町の方で発生したらしい。本当だ。ジミーも町にいたの？誰も何もわからないんだよ。俺たちは月が。おい、人がいる。綺麗ですね。何をするつもりだ。無視しろ。子供もいるぞ。こっちもだ。でも乗れるよ。おい、走るんだ。助けてくれ。止まって。正しい、ある意味正しい。俺は知らないんだ。どうせ一緒に乗っても早めに死ぬフラグだから。ちょっと日本の救急車と違う感じだね。ああ、最悪だな。渋滞だ。みんな同じことを考えてやがる。脱出をしようとしてるのは。戻ってから。おい、なんだお前。行けよ。おい、降りちゃダメだ。病院の送り人か。トミー、バックバック。走ってきた、走ってきた。最近のゾンビはよく走る。あれは何なんだよ。見た。ああ、見たよ。みんな動けよ。何から逃げてるの？ここを抜けるの。やってるだろ。一体悟空さん何と戦っているんだ。ここで止まるな、ソミー。ここは抜けられないって、兄貴。じゃあバックしろ。後ろから来てる。その隙間だ。捕まれ。行け。くそ。ゆっくりゆっくり。おー、事故った。パパ、思いっきり突っ込まれた。ねえ、隣はやばい。戻れ、さら、隠れろ。近く。おお、よし、バレた。フロントかな、昨日。いなくなってる。弟も無事だった。パパ、ここだよ、サラ、ここだ。容赦ねえな。どうした？
足が痛い。どのくらい？歩けないぐらい。やばい。これで守ってくれ。さあ行くぞ。しっかりつかまれ。いける走れる。死んだ。なんか。危ない。どうしてのちょっとスタートしてオプションで字幕ある方が分かりやすいなと。字幕はありでいこう。ガソリンスタンドに突っ込む。見るんじゃない。サラ見るな。弾だけを見てろ。人が燃えてる。おお。絶対逃げ出せる。安心しろ。ちゃんと弟くんこっちを確認しながら行ってくれてる。いんの？ロジここか。よし、閉めて。おーん！びっくりした。助かった。死んだぞ。もうすぐだ。もうすぐで着く。どこにいたよ。ちょい。ここを出る道を探せ。こっちか。兄貴。よし、助かった。バイオハザード2を思い出すな。これハイウェイにいて、早くサラがいるだろ。俺は追いつく。これもう死亡フラグじゃねえか。おじさんを置いてかないで。あいつは大丈夫。うわ、これか。乗れんか。こっちか。嫌な予感しかしない。全然大丈夫じゃねえけど。大丈夫だ、問題ない。ヘリだ。あ、なんか追ってきてるのか。後ろ振り向かなきゃよかった。大丈夫だ。止まるな。止まると死ぬ。おい、前にもいる。ごめん、犠牲になって。すまない。助かったのか。もう大丈夫だ。大丈夫。ああ。おい、助けてくれ。頼む。この子足が折れたみたいで。動くな。分かった。俺たちは病気じゃない。で民間人を発見。どうしますか。パパ、トミーおじさんは。まずはお前を安全なところまで連れて行く。小さな女の子もいるんですよ。しかし、おい、まさかこの流れ。頼む、ひどい目にあったんだ。とりあえず、くそ。やめてくれ。頼りになる弟だ。まずい。サラ、手を解けて。大丈夫。撃たれてる。絶対に助かるから。しっかりするんだ、サラ。持ち上げるぞ。痛いよな。頑張ってくれ。頼む。大丈夫。サラ、なると思った。ダメだ。頼む、そんなと言ってくれ。頼む。ダメだ。神様、どうして。頼む、行かないでくれ。
頼む。これまでに200人以上の死亡が確認されています。知事は非常事態を宣言し、その声は道路に並べられてた。 WHO 世界保健機構によるワクチンテストが失敗したとの情報が漏洩し、世界各地でパニックが広がっています。官僚が追放されたことで、ようやく市民保護のために必要な行動を取る。ついにロサンゼルス市でも初めて戒厳令が発令されました。全ての住民が72時間以内に指定の隔離地域へ。この冬、史上最低の配給量をきっかけとして発生した暴動が3日目を迎えました。ファイアフライと名乗るグループが今回の攻撃について犯行声明を発表しました。彼らの社会検証は政府組織の復活を訴えています。抗議デモの責任者としてファイアフライのメンバーとされる6名が処刑されました。私たちと一緒に立ち上がりましょう。闇の中にいる時こそ光を探してください。それがファイアフライです。ファイアフライは敵なのか味方なのか、ほとんど前情報なしだからわかんねえ。夏、サマー、うん、夢か、なわけねえ。20年後、え、時間経ちすぎだろ。そう、若かったもんな、ジョエル。ご機嫌は？え、20年。飲む？ブランデーかな？焼酎もしかして。面白い情報があるの。どこにいたんだ？ウエストエンド地区よ。運ぶものがあったでしょ。二人でな。二人で運ぶはずだった。でもあなた、一人になりたいって言ってたじゃない。当ててやろうか。取引は失敗。客は薬を奪って逃げた。取引は無事に済んだわ。このカードで2ヶ月は食べていける。その傷はどうした？戻ってくる途中でバカな二人組にちょっとやられただけよ。何発か食らっちゃったけど、無事だからいいじゃない。よこせ。バカな二人組はどこだ？さあね。どこの奴らなんだ？ただのバカよ。問題はあいつらを雇ったのがロバートの野郎だったってこと。ロバートだと？あのロバートか。こっちに感づいたのよ。どのロバートだ？捕まる前に殺そうってわけ。ずる賢い野郎だ。そうでもないわ。隠れ家が分かった。本当か？ロバートのか？なんだって。ミッションヒルの古い倉庫。今のところはだけどね。それで十分だ。行こう。ええ、いいわよ。